西日本豪雨の夜に衆院赤坂宿舎で酒盛りが行われていたことで猛烈な批判を浴び、た、赤坂自民亭の宴席、7月5日には報じられていない続編がある。問題の宴席には、亭主役の竹下渉、自民党総務会長、女将役の上川陽子、法相ら常連のほか、ゲストとして安倍晋三首相、岸田文雄、政調会長、小野寺いつのり、防衛、記事全文を読む。